こんにちは、全外教西井です。ちょっと難民申請の件です。今のニュースでよく取り上げてますが、強制送還を拒否している外国人の3分の1の人に犯罪歴があるそうです。現在難民申請手続き中に強制送還されないことになっていますので、この申請は今上限ないです。で、何度も何度も申請を繰り返すケースがもう少なくないと言われています。日本で難民申請してもほぼ認定されることはないですね。で、その後在留においても申請した後不利になることたくさんあります。今年の通常国会でも入管法改正案が出されたんですが、取り下げています。で、また多分来年も強制送還を可能にする改正案が出されると思いますので、これ決まればまたこのようにこれまでのように複数回申請ができず、受け付けてもらえないばかりが多分強制送還されるようになると思います。そのため日本に在留したい方は安易に難民申請とかするのではなくって、進学するなり就職するなり正規の手続きを取って在留するようにしましょう。以上です。